にちは。今日は中学生の、公室の手本の解説をしながら書いていきたいと思います。締め切り日は1月の10日です。そうですね、お正月に入りますからね、ちょっとなるべく早めにいただきたいところです。まずちょっとペンの調子見てから書き出してください。それでは書いていきますが、はじめこれですね、飛行機に積む燃料はっていうこれなんですけど、いきなり飛行機って難しいですね。これね、大きくなりがちなんですよ。ただちょっと下は詰まりやすいので気をつけましょう。それから中心、いつもここにこうピーッとあるように頭に描きながらいきますよ。字の大きさっていうのはここで決まります。この縦のラインが長ければやっぱり大きくなるので、横はね、しっかり出して構わないんですけど、これぐらいでしょうかね。そう、ここ空間はしっかり取りたいところなので、ちょっとチェック入れますね。ここそう、それからここの線気をつけたいのはへこまないことです。ここもちょっとふっくらめに、ちっちゃくてどうでしょう、見えるかな、こう膨らみます。こういうふうに膨らんできて、こう横幅出してあげるといいですね。でその時にこのラインです。で右って結構これ出やすいんですけど、左が意外と皆さん出ないですね。ここ、じゃあこの中でどれを出せばいいかって言ったらここですよね。この払いがあまり小さくならないようにこう出してあげて、こう、そしてここ、この縦の払いからのここ、このつながり意識です。ここからここですね。さあ、でこれね、頑張ってやろうとすると大きくなっちゃうのでちょっと気をつけましょう。でそこからこれが真ん中のラインですからね、行人弁はもうちょっと左側から1、2、3、これ一気に書きます。1、2、3でここ2を書くように。これはね、今回違う学年のところでも、お話をしてますので、他の動画見れるようになってますのでね、見てみてください。そちらは楷書になりますけど、こちらちょっとね行書ですね。大人が書いてもいいぐらいです。このライン、ここ右側が下に落ちてこないように、なぜならここ上がりたいんですよ。上がりたいので、この子があまり重たくなってきてしまわないようにしましょう。そうで、この大きさに対してひらがなの大きさって言ったらこんな感じですね、小さいですよね。次のぎ辺ですけど、こんな感じで少し反り気味で構いません。辺なのでここです。このライン反り気味ですよね、ちょっとね。こういう風に反ってあげることでこちら側がより広くなりますね。それを狙ってるので、ここ傾きを間違えないようにしたいところです。こう来て、まあこういう風に反るのはこれはありだと思います。でもこう来て、こうに背骨が曲がるような、こういう感じでもし曲がってしまうなら、こういうラインが来てしまうとこっち狭くなりますから、これはねあまり良くないです。これはいいですけど、でそういうところを気をつけてください。それからここの1、2画目、しっかりこれを出すこと、ここをしっかり出します。そしてこの線の延長線上に、あるいはそれより上にこれ書き始める。でこれも頭しっかり出す。で全て同じ角度で上がると思って下がってこなくていいです。まだね下がいるので。右下っていうのはここはしっかりと踏ん張りたいとこなので上がっちゃいけないんですよ。まあだいたいここの辺と同じかやや長いぐらいでよくて、それでバランスって保ってるんですけど、ここのところはねまだ途中なので、
上がって上がって、でここも上がります。でこういう風に込み入った字っていうのはね、どれか一つでも変な曲がりがあったりすると狭くなってしまうので、同じように上がると思っていいですよ。はい、次ムーですね。ツーム、ちょっとスピードアップしましょうか。なんか他の学年の動画撮った時にも結構今回長くなってしまったので、多分皆さんね、あまり長いと最後まで見れないと思うんです。ちょっと早めに行きますね。ここまっすぐラインから左へ急カーブ、そしてこれ縦目立てます。横にあんまりならないようにして、ここからのキュッとこう持ってくる感じ、そして頭出す。これも縦目からの左、似てますよね。この日と同じです。でこれ行書なのでスッと点1234、これで幅を出します。で点の大きさも注意が必要ですね。燃料です。1、2、3。でこれもね、もうお分かりの通り、ここを出すっていうところと1、2、3、ここを出す、それからしっかり入って縦のライン、うん、で輪に行きます。そう、気脈っていうところも見たいところではあるんですよ。なのでなるべく払った先止まらないで次に行くっていうところですね。でここからほらトントントンときたら、このままこうでこうですよね。でちょっと内側へね行きましょう。満タンに、あ映ってない、ごめんなさい。満タンに、そうついついこれをね動かすの忘れちゃうんですけど、はい、するとです。もうここ一気に行きますよ。もうするとって書こうと初めから思って、こう中心線もこう頭の中で描いておいて、大きさはこのくらいで、そこからる、はい、そのまま行きましたよね今ね。るからと、このぐらいな感じでいけるといいですね。まあ、わざとやる必要はないんですけど、あここからちゃんとこっち行ってるなっていうのが分かるとすごく評価されると思いますよ。はい、2年半か、2年半の間と書きます。2年半、はい、漢字ですね。はい、2年。少しねこの行はきつくなりそうなので、こういうところ、そうきつくなりそうだなと思ったら、こういう最後の払いをちょっと節約するんです。今はちょっと普通に書いちゃいましたけど、次半っていうね、この年に似てるような字が来るんですよ。そういう時はトントン1、2、頭は出してこっちを短くでのに入る、こんな感じでいいですよ。そうするとね、ちょっとずつですけど節約して、下が大丈夫なように自分で計算しながら持っていきます。まあ、そんな計算って言うと難しそうですけど、ただまあ下の方見ながらってことですよね。視野を広く持つっていうのは大事なので、ちょっと引き気味で自分の姿勢をねこう立て直してみて、上から見下ろすような感じを一旦作るといいです。で脳から、ここから間という字に入るんですけど、ここがね今節約の話をしたので、どうしてもじゃあ上から書きたくなるんですよ。詰めようと思うんですけど、よくよく考えてみると、その次に来るのは門構えなので、ここ同じものがこうやって来ますけど若干右の方が上がるんですよね。ってことはそれを踏まえた上で一画目はちょっと下から入ります。こういうところが慣れてくると自然とできるものなんですけど、初めのうちはちょっと意識が必要ですよね。こうやって書いたら、次はこれよりもやや上なんですよ。こうやってふっくらくるのでね。そしてキュッと、うん、
で、このあと2です。2はすぐ下に行きましょう。小さくていいですよ。はい、毎日家庭のといきます。毎日の前ですね。長い部分がある字なので、ここしっかりとキュッとしといて、で、ここはあまり幅を出さない。なんかね、真四角っていうのよりちょっと台形を思い浮かべていただくといいと思います。ここのラインと次の、こうに来るラインと、よく見るとちょっと広がってますよね、下にね。この広がりを持たせること、それからここギュッと、でこういうところの、こういうところの長さと、この隙間と、あとできればここも意識があるといいですね。こういうところとかね、見えないところの空間を大事にしましょう。で、日です。日という字はね、漢字だけどね、ちょっと小ぶりですね。毎日、家庭の、そう、家ですよ、家。家というのは、うかんむり、こっち側、左側はしっかりね、出していいんです。あ、これ3、4年生だったかな、その話しましたね。こっち短くていいんです。で、ここ、中心が、ちょっと内側に入ってもいいぐらいなんですけど、まあ、大体こんな感じです。こんな感じでしょうか。右側に行くと変なので、左側ならまだいいかな。これぐらいで、手ですね。あ、なんかゆっくり書いちゃってますね。もう早くしなきゃと思ってるんだけど、こう来てギュッと下がりますよ。やっぱりギリギリですね、これね。の、風呂、風という字です。真ん中、まず真ん中を意識したら、左側縦目です。結構立ってますよね。それに対してこうふっくら持ってきて、高さ左に合わせましょう。で、羽内側へ向かってこう、次がね、ほらここに来るので、こういうことです。こうに来て、ここからこう、で、中身が出てこないように、ここからちょっとだけ隙間があるぐらいを目指しましょうね。余裕があるように見えます、その方。ロです。口が2つのものです。しっかり締めましょう、ここはね。キュッと、こっちキュッと、はい。で、に入れる、にです。に、ここから入れるという軸をギューッと立てて払います。で、ここ払った先から引き返してきて、レに行けるような、こういう気脈というか、そう、つながりの意識、中学生ね、できるといいですね。キュッと締めて、量という字です。こういう風に跳ね返すような、で、跳ね返した先に2が来るよってことです。に、当たるとかきます。一気にいっちゃいましょう。あー、たーで、るですね。で、丸でもこんな感じでしょうか。で、学年いきます。はい、中学2年。そう、中という字はね、中心少しずれる感じ、右寄りになります。これね、毎回ですけどね、気をつけましょう。あ、じゃあ動画はここまでにしておきます。